ランディングゾーンに到着する。
警備の強化が必要かもしれん。指示を頼む。どっからの攻撃だ？防御者。位置は特定できている。敵基地へのルートも確保済みだ。報復の準備は整ってる。あとはあんた次第だ。 回収してきた子供たちに事情を聞いた。あいつらが脱走した先はそれぞれの故郷かあるいは故郷を目指して迷子になっていたようだ。まさかホームシックではないだろうが。それぞれの故郷に帰って反乱のために仲間を集めていたんだ。子供たちは本気で武装蜂起を警備兵に石の粒手を投げてきたという報告もあった。このままでは暴動にもなりかねん。ミラ、 お前が早く手を打たないからだ。今度ばかりはあんたの言う通りだった。少年居住区は外部から封鎖しろ。手遅れになる前に。ああ、イーライが結局予告したのは最後の一人を助けた時だったな。いいか、その時は全面衝突も想定しておけ。ああ、初めから俺に任せるべきだったな。
爆しろ。ボス、子供たちは。俺たちには子供たちの成長を見届ける責任がある。感情じゃない、損得でもない。子供は嫌いだ。そういう大人たちに俺も育てられた。いや、そんな大人たちに見放されていた。それこそが俺の生きる糧になったんだ。いつかあの大人たちを見返してやる。大人たちに報復するんだと。だがいつの間にか自分が大人になっていた。ああ、覚悟もないまま人からはそう見られるようになっていた。はい、じゃあここからここまで。ありがとうございます。だがもし環境が違えば、周りの大人が違えば。